夫の父、つまり私にとってはシュートに当たるギフは100キロを超える巨漢だ。なので当たり前なのだが、よく食べる。朝昼晩の食事はもちろん、間食も多い。ギフはもともと自営業で、今は主人に仕事を任せて隠居状態だ。当然食費なんてものを家に入れてくれたりはしない。一度それとなく、お父さん、健康のことを気になるので少しおやつを減らしたらどうですか、と言ったことがある。すると義父は、俺はこの家の主だ、主が好きなもの食べて何が悪い、と威張り散らされた。主人に相談しても、もう年寄りだから食べることしか楽しみがないんだよ、と頼りにならない。ちなみにおやつの中で義父が最も好きなのが食パンである。これこれ、これが美味しいんだよ。義父が美味しそうに食パンを頬張っている。義父の食べ方は特殊で、4枚切りのパンの片面にたっぷりとピーナッツクリームを塗ったものを2枚用意する。そしてその2枚をくっつけ、トースターで焼いたものをむしゃむしゃ食べるのだ。朝昼晩、そして夜食にも食べることがあるので、1日平均1斤以上の食パンを食べていることになる。しかも厄介なのが、やっぱりここのブランドの食パンは最高だな。なぜか近所の手作り食パンしか食べないのだ。そこの食パンは美味しいのだが、その分値段も高い。貧乏くさいと思われるかもしれないが、月で計算すると、たかだか食パンとて、その食費はバカにできない。一度義父お気に入りの食パンが売り切れており、スーパーの食パンで代用したことがあるのだが、その時には、これはグルメなんだ、こんな安物は口に合わん、お前はお使いさえまともにできないのか、とひどく怒られた。それ以来毎日予約して手作り食パンを買いに行っているのだが、食費的にも私の精神的にも、もう我慢の限界だ。そこまで言うなら、本当にグルメか試してみようじゃないか。私はある作戦を実行することにした。今までなら義父が食パンを食べているのを見るとふつふつと怒りが湧いてきたものだが、今は違う。代わりに笑いがこみ上げてくるのだ。義父が美味しそうに食べている食パンはスーパーで買ったものだ。それをいつもの高級食パンの袋に入れて出してみたのだ。すると自称グルメの義父は気づくどころか、いつも通りうまい、このしっとり感はここの店にしか出せないな、なんてうんちくを傾けている。いつも買っているパン屋さんの袋がゴミ箱にちょうどいいサイズだったので取っておいたのだが、まさかそれがこんな形で役に立つとは思わなかった。おかげで1ヶ月経った今では、食パンにかかる食費が3分の1になった。おい、クリームが切れたぞ。義父が空になったピーナッツクリームの容器を片手に言う。はい、わかりました。今すぐ新しいのを出しますね。私が新しいピーナッツクリームを渡すと、やっぱりここのメーカーのじゃないとな、なんて嬉しそうに言いながら食パンにピーナッツクリームを塗りたくっている。私は思わずプッと吹き出してしまった。そう、あのピーナッツクリームも容器だけそのままで中身を安いものに変えたものだ。どうせ義父のことだからそれにも気づかないだろう。今度はどの食べ物を安物に変えてやろうか。そう考えるだけで、今まで意地汚く見えていた義父の食事姿が可愛く見えてくるのだから不思議だ。パンはまだまだたくさんありますから、いっぱい食べてくださいね。私は口の端をピーナッツクリームでベタベタに汚している義父にそう言って笑いかけた。